ネオオフィスは、MacOS 用のソフトウェア。オープンソースのオフィススイートである OpenOffice.org から分岐して開発されていたもので、同バージョンの O と、ほぼ同等の機能を備えていた。2018年6月現在は、リバーオフィス4.4ベースとなっている。ワープロ、表計算、プレゼンテーション、ドローソフトの機能がある。 開発元は neoffice.org で、主な開発者は、パトリックルビーとエドワード・ピーター・アリン。ソラリスとリナックス用に開発されたオート、MacOS のアクアインターフェースを統合するために、過去には、Java テクノロジーが使われていた。リバーオフィスベースの2018年現在は DB、などの一部機能を除いて Java は使われていない。 openoffic.org3.0 e,、N o F F I C、e. より以前 openoffic.org e,、N o F F I C、e. にはすでに x 1 1版があったがアクアネイティブで動く openoffic.org、e. の開発は長年停滞していた。 そのため Mac 上でネイティブに動く、e、OpenOffice.org を開発することを目的に開発が始まった。X11 には問題があり MacOS で利用できるが X11 版 O の使用には Apple X11 カズダーウィンをインストールする必要がありまた日本語入力などいくつかの問題がある。そのため Mac 上では O でなく Neo Office オオの利用が推奨されていた。Neo Office オオの方がインストールが簡単で、Aquavan O, P,、e、N, O, F, F, I, C, E.O, R, G よりおむねアクアライクなインターフェースを備え、Mac OS のフォントや印刷サービス、クリップボード、ドラッグドロップ機能などが利用でき、O より Mac との親和性が高い。ただし、ネオオフィスをストレスなく動かすには、 X11 版により多くのメモリが必要であり、いくつかの機能の処理速度がやや遅いことが指摘されている。また追加されたコードは O ほどテストを受けているとは言えない。2018年時点の Neo Office は Microsoft Office との互換性のあるリ i b a Office 4.4ベースである。Neo Office J は GPL ライセンスを採用しており、 そのソースコードを改変して作成したソフトウェアを配布する場合、フリーソフトウェアとして提供されなければならないと定めている。対して OO は以前、LGPL ライセンスとシスルを使用していたが、シスルの廃止により LGPL に一本化された。なお OPENOFFICE.org の商業版として、3マイクロシステムズがスターローフィスを販売していた。 関連プロジェクトに Neo Office C がある。これはネイティブな MacOS 版 O2.0 を作るためのプロトタイプとして Apple の CoCoApi を使って MacOS 用 O1X を開発するプロジェクトである。しかし Neo Office C は実装が非常に難しいことが判明した。アプリケーションは非常に不安定である。そのため もっと見込みのあるネオオフィス J が支持されネオオフィス c は棚上げにされたネオオフィス1.2のリリース時にこれまでのアプリケーション名から J が削られることが発表されネオオフィスに変更された2008年10月に MacOS 10V10.4 以降にネイティブ対応した本家 OO3.0 が公開された2012年リリースされた ネオオフィス3.3以降のバージョンは、Java ベースではなく、ココアベースになっている。2017年に、古い OO3.11 コードベースから、リバーオフィス4.4コードベースに移行が完了した。2018年現在、最新バージョンは、m a c a p Store にて、有料販売されている。AB、ネオ,オフィスインザ MacUp Store。 www.neoofice.org.2018 年6月19日閲覧。大々の日本語プロジェクト。ネオフィス3.3アナウンスメント。w w w n e o f f i c e o r g 2 0 1 8年6月19日閲覧。 アナウンスメンツ、ネオオフィスデベロッパーノーツアンドアンドネオ,オフィスデベロッパーノーツア,アナウンスメンツ、トリニティ .neoffice.org2018 年6月19日閲覧、ネオオフィスマックアップストア、ありがとうございます。